いや、皆さん、ワクチン打ちましたかね。僕、ちょうどワクチンを打ってきて、で、2回目のワクチンを接種して、まあ、余裕だろうなと思ってたんですよ。で、ファイザーだったんですよね。モデルナの人って結構、後のね、副反応っていうのはきついっていう話だったと思うんですけど、ファイザーだったんで、まあ、比較的動けるぐらいじゃないかなと思ってたんですけど、いや、まあ、ひどい。打ったのが昼、午前の11時15分ぐらいかなからの回で打ったんですけど、夜の23時ぐらいにすごいものすごい寒気に襲われて、はーってしながら、夏なんで布団用意してないじゃないですか。だから隣の部屋の布団とかかき集めてかけたんですけど、寒くて、まあ、しょうがないと思って暖房を、30度にしてつけて、それから2時間ぐらいちょっと寝れたのかな。でそしたら熱が38度ちょっとまでボーンって上がっちゃって、でそっからはもう本当寒くなくなったんで、いろいろ布団とかを追いやって、で、まあ、冷やし系ですよね、氷枕とかをしてで寝たんですけど、やっぱりね、2時間おきぐらいに起きちゃって、暑いと寒いの繰り返しをして、いや、なかなかの地獄で、まあ、翌日もね、結構熱は上がったままで、まあ、38度台中盤から後半ぐらいをね、こうずっとうろうろするような感じで、でね、やっぱりこれポイントなんですけど、救われたのがカロナール、これの500、もしね、用意できる方はカロナールの500ミリの方をね、ご準備をしていただくと、この熱対策としては抜群かなと思います。これなかったら僕ね、多分相当辛かった。でこれを飲んだら熱がね、7度台後半から中盤ぐらいまで下がって、まあ、なんとかね、普通に寝転がっていられる状態にはなったのかなと思います。でもね、腰の骨とか関節とかもバキバキに痛くて、いや、ひどかったですね。ただ不思議なことに、接種日の翌日にはもうきれいさっぱり元気になっちゃって、もう普通にね、歩き回れる状態までには戻りましたんで、まあ、これはね、皆さん言われてる特徴かなと思うんですけれども、まあ、注意すべきはまあ翌日ですね。これが一番注意すべきポイントかなと思いました。まあ、翌々日以降にも引きずる方っていうのはいっぱいいらっしゃるんで、まあ、ご自身のね、体調と相談していただきながらね、かつスケジュールに余裕を持ちながらね、やっていただけるといいんじゃないかなと思いました。まあ、そんなわけでね、まあ、最近ちょっと投稿がおろそかになる週とかがあったと思うんですけれども、まあ、引き続きね、頑張っていきたいと思いますので、皆様ぜひぜひよろしくお願いいたします。ワクチンの注射についてもこれどうでしたかみたいな質問をいただければね、どんどん答えたいと思いますので、ガシガシコメントいただければなと思っております。というわけで本編スタートです。どうもこんにちは、たかしでございます。本日もゆるゆるとカメラについてのお話をやっていければなと思っております。このチャンネルではカメラ楽しいをコンセプトにした様々な動画をお出しております。ぜひ初めての方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとね、サブチャンネルにて、千葉の情報、まあ、最近は釣りをメインに発信をしております。こちらもね、今頑張っておりますので、ぜひ見ていただけると幸いかなと思っております。アウトドアなんかもね、ちょっとやっていきたいんですよね。はい、今回のお話なんですけれども、こちらニコン、ニコル Z40mmF2 のレンズが発表となりました。まさにね、新世代のマキエレンズと言っても過言ではないでしょう。このレンズ、今回はキャノンの RF50mmF1.8STM のレンズと比較をしながらね、皆さんにご紹介をしていきたいかなと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。最後にね、皆さんにコメント返しのコーナーを設けておりますので、まあ、ぜひぜひコメントなんかもね、いただけると幸いかなと思っております。ではやっていきましょう。いやね、本当でもいい時代になりましたよね。というのも、今までマキエレンズって言われていたレンズたち、これが今ミラーレスのレンズになって、まあ、規格が新しくなることによって、クロートの人たちが使っても、あ、これいい写真撮れるよねっていうレンズに生まれ変わっているわけなんですよ。以前はこの一眼レフと、まあ、初心者の方がね、一眼レフとセットで買うことによって、
一眼レフの楽しさっていうのを知りつつも、描写の甘さゆえにもっと他のレンズがあればもっといい写真が撮れるのにっていうふうになるのが、まあ以前の過去のマキエレンズと言われるレンズだったわけなんですよ。今のレンズは、まあ、初心者の方がねカメラ、まあ、ミラーレスカメラと一緒にこのマキエレンズを買って楽しむわけなんですけれども、カメラの魅力とそしてこのミラーレスの美しい描写両方もこのマキエレンズの視点で楽しむことができて、まあ、さらによりもっとね奥ゆかしいところ深いところに手を突っ込みたいって思うユーザーたちがこの新しいレンズを買う、そのためにある、まあ、ステップアップのためのポジションっていうところまでね今来ているわけなんですけれども、まあ、当然このね写りを楽しめる美しいところも楽しめるっていうのはね非常に強力なね、キーワードとなっているのもこのね近代のマキエレンズと言われるレンズの特徴かなと思っております。もはやねマキエレンズっていうには失礼なレンズ、まあ、なんて言ったらいいのか入門レンズというか、まあ、ステップアップレンズというかね、まあ、マキエというなんてとんでもないっていうレベルまで来ている、まあ、特にねそれが今回の Z40mmF2 のレンズには当てはまるんじゃないのかなと思っております。このねニコンの Z40mmF2 のレンズご紹介しましょう。2021年10月1日発売予定となっておりまして、現在ね価格 .com の最安価格で28,710円で税込みで、ご予約が始まっております。で今回ね比較にさせていただきますレンズ、キャノン RF50mmF1.8STM というレンズでございまして、こちらね価格 .com で最安値25,740円ということで、まあ、3000円の差がある状況でのこのマキエレンズとしてね比較をさせていただければなと思っております。でまあ比較といってもね、なんかこれといってすごい違うなって思えるポイント、まあスペック上でね違うなって思えるポイントは一つしかありません。まあこれがほぼ全てと言っても過言ではないんじゃないでしょうか。あとはこのメーカーごとのカメラの描写能力とか表現の差というものに大きくはとらわれてきますので、基本的にレンズとして見るのであればここでしょう。絞りバネ枚数、キャノンの RF50mmF1.8STM は絞りバネ7枚です。そして今回発売されるニコンのニコル Z40mmF2 の絞りバネ枚数は9枚となっております。これをね聞いただけでえマジでって思われる方もね少なくないと思うんですよ。それもそのはず、このエントリー向けのこのレンズ、まあ、マキエレンズと言われるものに関してはだいたい絞りはね7枚で設定されることが多いというのが通例だからです。これが絞りはね7枚されることによりまずコストがカットされます。その反面なんですけれども、ボケがね汚くなっちゃうんですよね。で皮肉にもねその代表的な例っていうのがキャノンの RF50mmF1.8STM のレンズなんですよね。このレンズはこのクラスのレンズで考えると、まあ、異例なほど解像力や描写能力に優れているレンズとなります。ニコン Z40mmF2 のレンズに比べるとボケや明るさについてはアドバンテージがあるレンズとなるんですけれども、ボケがね本当に汚いんですよ。絞りバネ7枚の構成、まあ、これはね本当安くするためには仕方ない部分だと思うんですけれども、まあ、これが作用してかねもう本当に汚いんですよ。一般的にボケってこう見たいものを見せるためにピントを合わせてその他をぼかすっていうためのボケだと思うんですけど、そのボケてる部分に目がいっちゃったりとかする感じがあるんですよね。まあ、安くするために、まあ、F1.8 の、ね、ボケをね安く手に入れるために、まあ、安くっていうのは具体的に25,000円台でこの描写を得るために、このボケっていうのは犠牲になったっていうのを考えるとまあしょうがないかとも思うんですけれども、まあ、これはちょっと僕はノーサンキューな部類かなとも思ってしまいますし、まあ、一般的なクロートの人はこれを買うかって言われる多分買わないレベルなんでしょう。ボケが写真においてどれぐらい大事かっ
って多分皆さんご存知だと思うんですけれども、多分何も知らない、カメラを触ったことのない人がカメラに触れて、この写真を、自分の撮ったものをどれだけ好きになるか、このカメラをどれだけ好きになるかって、このボケが大きなウェイトを占めてると言っても過言ではないんじゃないかと僕は思うんですよ。まあ、そういうのを、まあ、知って知らずかなんですけれども、あのニコンのね Z40mmF2 のレンズに関しては結構素晴らしい感じの出来、絞り羽ね9枚をね、採用されているというところを見ても分かると思うんですけれども、しっかりとそこに焦点を当てて作成をされているんじゃないかなと思いますんで、ボケとかをしっかり考えるのであれば、やはりニコル Z40mmF2 のレンズに分があるんじゃないのかなと思います。で、2社のね STF 曲線っていうのを比べてみると、まあこんな感じです。まあ、基本的に、まあ一般的にですよ、実線と点線のこの剥離が大きければ大きいほどボケが汚くなるっていう話があります。まあ、本当に見ていただくと一発でわかるんじゃないでしょうかね。まあ、ただ単純にボケる、そして明るいか明るくないかでいうと、キャノンのレンズの方がボケますし、明るさも、まあ、暗いところで F1.8 で切ることができるので明るく撮ることができるんですよね。まあ、そういう意味、まあ、暗いところで撮ることが多い人とか、ボケはあんまり気にしない、使わないっていう人に関しては、キャノンについても十二分なアドバンテージがあると思いますので、それも参考までにお伝えができればと思っております。そしてね、ホームページにある作例を見ていきましょう。まあ、ニコンのね Z40mmF2 のレンズに関しては普通に使っていける、まあ、クロートの人でもね、まあ、普通に作品撮りとかにも使っていけるぐらいの、まあ、ちゃんとしたレンズだと思います。まあ、特に、まあ、単焦点としてのね、まあ、絞り値としてはまあ大きい方の値だと思うんで、まあ、そこ以外に関しては、まあ、弱点はそんなにないんじゃないのかなと思います。解像力もボケも100点満点かって言われると全然、まあ、そんなことはないんですけど、ボケに関しても実際にしっかりと視線誘導できるぐらいのレベルで、まあ、スムーズに、ね、それを行うことができるぐらいボケは綺麗ですし、まあ、点光源も邪魔にならない程度に綺麗にちゃんと描写をしてくれるという意味で十二分に合格点じゃないのかなと思います。まあ、当然これをね F1.8 で作ることもできたんでしょうけれども、おそらく価格や、まあ、大きさの面、そしてね、あとね、ステップアップしないでもうこれでいいやってなっちゃうユーザーが増えちゃうっていう意味での、まあ、落としどころを考えると、まあ、F2 だったんじゃないかなっていうのが、まあ、僕の中の予想になります。そしてキヤノン RF50mmF1.8STM のレンズなんですけれども、ホームページの作例を見るとまず思うところは、作例少なすぎないですかっていう問題があって、なんかこれだけ見てもなんかちょっと分かんないなっていうところがあるんですけど、2405mm と、比較をしている写真っていうのは実は載ってるんですけど、それだけ見てもボケ汚いなっていうのは多分皆さん分かっていただけると思います。なんで、まあその辺も見ていただきつつね、参考にしていただけるといいと思います。まあ、ただね、あのキヤノンの特徴である人物描写においては、解像力や描写能力においてはこのクラスのレンズとしてはもう十二分に合格点の描写をしてくれます。本当にキヤノンが好きな人はもう本当にこれでもいいやって思う人もいるかもしれないですね。ボケさえ気にしなければ非常に優秀なレンズになっているんじゃないかなと思います。やっぱりね、キヤノンの絵が好きな人っても非常に多いです。まあ、ニコンの絵が好きな人っていうのも非常に多いと思うんですけど、人物の描写が好きでキヤノンが好きっていう人は多分非常に多いと思うんで、そういった意味ではその好きなものっていうのを撮れるレンズではやっぱりあったりするので、本当にまあ安く入っていけるところではあるんじゃないかなと思うんですよね。僕的にはあんまりおすすめはできないですけどね。まあ、ただキヤノンさん的にはすごく売りたいっていうレンズではないなっていうのは、多分このホームページの作例の数を見るとそんな感じはします。でね、ちょっと僕各社メーカーさんに言いたいことがあるんですけど、あのレンズとかね、発表発売すると大体サイトが作られて作例これですって出るんですけど、日本人の作例がねないんですよ。日本人を写してる作例っていうのが掲載されないのはなんでなんですかね。あの世界で同じものを出すっていうのもいいんですけど、やっぱり僕たち日本人で日本人の写真を撮るわけじゃないですか。やっぱり日本人を撮った時の描写が知りたいんですよ。
でも作例を見ると、まあ、きれいめのね白人系もしくは黒人系の外国人がきれいに写ってるっていう感じなんで、じゃあ果たして日本人撮るとどうなんだろうなっていうのがいまいち分かんないんですよね。これってあのユニクロとか あのモデルさんもそうなんですけど、どうしてもねやっぱり僕たち海外の方を見る目ってどうしてもよく見えちゃうんですよね。なんでまあそういうところをうまく活用してるっていうのもあると思うんですけど、まあ、実際のところ綺麗な日本人の人を撮っても綺麗に撮れるっていうのは間違いないところだと思うんで、しっかりとね見せていただいた方が僕たちとしては買いやすいかなと思います。やっぱり大体このホームページを見て日本人の写真がなくて、で SNS とかに流れて使ってる人とかの日本人の写真を見るみたいなことが多いんで、できればこのサイト内で1例2例は見せていただけると僕たちとしては非常に買いやすいのかなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。というわけでね、今回は、まあ、ニコンとキヤノンのマキエレンズを比較しながらね、まあ、新しく出るニッコル Z40mmF2 のレンズをご紹介してみました。まあ、お前ニコン好きだからキヤノンのことボロクソ言ってるんだろうって思うかもしれないんですけど、僕このレンズ正直キヤノンについてはどうかなって思う部分がありますし、別にキヤノンのこと嫌いなわけじゃなくて、まあ、実際この動画もねキヤノンで撮ってます。で RF2470mmF2.8 のね、まあ、第三元レンズで撮っているんですけれども、描写は非常に良好でございます。なので、まあ、キヤノンらしさを表現したい人はキヤノンを使えばいいし、ニコンらしさを表現したい人はニコンを使えばいいと思っている人間でございます。まあ、その上で、まあ、このマキエレンズまでしかレンズを揃えない状態でニコンとキヤノンどっちを買うかって考えると、僕はニコンを買うかなっていう、このね、まあ、2つの比較ができたかなと思います。まあ、当然その先に行くんであれば、まあ、その先のレンズをしっかりと比べて、まあ、どっちを買うかっていうのをね、見ていただけるといいかなと思いますんで、その辺ね、まあ、しっかりとねご自身で調べていただけるといいんじゃないのかなとも思いますけれども、最近僕はニコンを使いがちかなと思いますんで、ちょっとキヤノンのねポートレート作例とかもね、うん、撮ってみようかな。僕の中ではもう一回ちょっとキヤノンを整理したいかなと思ってます。はい、まあ、そんな感じです。というわけでコメント返しのコーナー行きます。前回ちょっと早めに締め切ってしまったんで今回多めになってますけれども、まず1つ目、ヒロチンさん AT9946 でもテストしてみてくださいお願いしますということなんですけど、実はね僕ちょっとマイクについては、終点が見えてしまっていて、まあ、1個のしか今買っていません。でちょっと型番出しておきますけれども、こちらももう作られていない廃盤の商品になっちゃってるんですよ。で値段がどんどん上がっちゃってるんですけど、今この使ってるレンズとかもね非常に良好なので僕はこれをお勧めしたいと思います。そして次のコメント、飼育者チーオスくんさん、いつもありがとうございます。そうですね、今売れているエントリー機動画はソニーやスチルならキヤノンが多いでしょうね。 R3 実機触ってきた方、 AF は R5 よりも早く正確で、視線 AF も同様早く正確で驚いたとのことです。バンディ X 使用ユーザーを R3 に飛び込む営業戦略のようで、その後高画素機 R1 を出すうまい商法ですねということなんですけれども、やっぱ R3 すごいんですね。ちょっと使ってみたいところもあるんですけど、実際、僕のする撮影程度では R6 とか R5 で困ることってなかったんですよね。なんでどうしたらこの困る状況を作れ出せるかなっていうのを考えないといけないなと思ってます。まあ、ただ R3 本当に触れるのかどうかはお財布次第でございます。まあ、でも Z9 揃ったらちょっとね、あの一桁機並べて比べてみたいかなと思うんですけど、結局また実写比べみたいな感じになっちゃって、正確な AF オートフォーカスのね比べ方ってっていうのを確立するにはまだ至ってないんで、まあ、なんかその辺ぜひアドバイスあったらいただけると嬉しいかなと皆様は思っておりますので、よろしくお願いいたします。次のコメントありがとうございます。マリンさん、テレコン入り4ニッパとかですかねということなんですけれども、まさになんかこの辺来そうですよね。結構これも噂になっているレンズの一つだと思いますけれども、まあ、レンズ自体に、ね、テレコンが入っちゃってるっていうパターンですね。まあ、これはねありですね。まあ、1.4 なのか ×2 なのか分かんないですけど、 ×2 が来たら結構すごいことだと思いますよね。まあ、本当にあとは価格次第っていう感じでしょうかね。はい、次の質問ありがとうございます。粒太郎さん、
とりあえず Z マウントレンズの拡充は急務じゃないかな。 RF マウントはどんどん普及価格帯のレンズが増えてるけど、 Z マウントはレンズラインナップが貧弱すぎるということなんですけれども、本当に急務ですよね。ただこの半導体の部分で結構ね悩まされてると思いますんで、どうかね。でも望遠のレンズはやっぱり早めに出していただかないと、多分ユーザーさんが離れていっちゃう部分もあると思うんで、ここだけなんとかもう順番待ちでもいいんで形にしていただきたいかなと思ってますね。多分 Z9 と同時期にいろいろ出てくると思いますんで、もうちょっとだけ待ちましょう。そして次のコメント、山ちゃん半行さんありがとうございます。ニコはねコメント返しなどでも触れられていますが、半導体問題がね、大金をかけたとして、じゃあそれに見合うだけのバックがあるかというと、インテルですら難しい世界、ぶっちゃけ我々に想像もできないすげえ業界なわけですが、本当ニコンに限らず各社どうするんでしょうね。今回ネタ元はデジカメインフォさん、私も見てますが、軒下デジカメ情報局さん、過去ツイッターさんもかなり情報が早いんで、新しいカメラが欲しい人はこの2つを押さえておけばまあいいのかなと思います。とりあえず私は PC そろそろ新調せんと、ということでね、半導体問題はね、散々お話をさせていただいているのであれですけれども、なんとか、国が多分先導して解決しないとダメな問題じゃないかなと思いますんでね、本当総理大臣どうなっちゃうのかなっていうところもありますけど、政治問題切り込むとちょっといろいろ話題がそれちゃうんで、今回はやめときます。ちょっとなんとか頑張っていただきたいです。そしてね、いろんな情報も取ってありますけれども、この2つの、サイトとツイッターさんはね、情報元が一緒みたいなんで、同時期に似たようなものが出る、もしくはどっちかが出したよって情報を出してくれるんで、基本的にはね、非常にデジカメインフォさん見てればある程度はカバーしてくれるかなと僕は思ってます。でもね、軒下さんの方もね早いんですよね。軒下さんの方も早くて、それをデジカメインフォさんが後でこう共有してくれるってことが多かったりする気がしますね。あと PC の問題はね、グラフィック系はもう結構高騰していると思うんで、いろいろこれもね悩ましい問題ですよね。でも僕は、マウスコンピューターで24回払いで購入しました。はい。そして次のコメント、遠山康明さんありがとうございます。ニコンが本気で 40mmF2 のようなレンズをどんどん出してくれたら、ライトスト向けに売れそうな気がしますね。高価でも超高品質な S ラインと普通に満足できるコスパの良いレンズのラインナップができたら、 Z50 や ZFC がもっと売れそうですよね。はい、間違いないですね、これね。やっぱりこの高いラインと安いラインっていうのがあるべきですし、これから出ていくんでしょうけれども、その中でも高いクオリティを両方保ちながら作り続けていってくれる、その中でどうね切り分けをしていくかっていうのは非常に苦しいところだと思うんですけれども、このね、今まで、マキエレンズとか低価格のレンズって言われていたラインが、今までの一眼レフのレンズよりも素晴らしい写りをしてくれる時代になってくると思いますんで、この辺にさらに付加価値をつけて、この S ラインとかをどう売っていくか、非常に見どころじゃないでしょうか。楽しみなところでもありますよね。ぜひニコンさんには頑張っていただきたいかなと思っております。次のコメント、広瀬祐希さんありがとうございます。個人的には α7R4 を使う一番のメリットは、 LAEA5 アダプターと最新のファームウェアを使って過去のレンズを AF で使えるようになることだと思っております。これあれなんでしたっけ、 α7R4 までなんかできることがあったんでしたっけね。なんかちょっとその辺が若干曖昧ですけれども、この辺ね、もともとミラーレスっていろんなアダプターを使って楽しめるっていうのが最大のメリットだよねっていうところから、なんか売れ出した気がしていて、そういったねメリットっていうのをフルに享受して、なおかつ高画素で戦えるっていうのはね、非常に面白いことだと思います。ソニーさんのカメラって、本当に一番ねこうアダプターとかも出ていると思うんで、非常にね楽しい思いも、特に前のカメラを使って使えるっていうのがいいと思うんで、安い価格帯からねいろんなレンズを楽しんで使えるっていうのが最大のメリットだと思います。オールドレンズ楽しめる方には非常にね向いているカメラなんじゃないかなと思いますんで、その辺も含めた上でね、いろいろ検討してみると楽しいカメラ選びがはかどるんじゃないでしょうかね。次のコメント、献血さんありがとうございます。 EOS R3 オンライン直販で74万8000円らしいですね。 1DX3 のミラーレス版的なスペックや価格帯なんかと。その通りですね。多分もう
こっちに移行してねっていう道しるべをうまくつけているんでしょう。これをもっと高く売ることもできるんでしょうけど、そうすると多分一眼レフから移動してくるユーザーが少なくなってしまうっていうところも懸念しているポイントだと思いますので、まあ妥当な価格帯で攻めてきたんじゃないのかなと思います。まあ、そういう意味で本当に一眼レフと遜色ないね、この R3 っていうのは登場して同じ価格帯っていうふうになると、もう移動しない手っていうのは、まあ、このクラスのカメラを使っている人たちはないと思いますんで、まあ、本格的な、ね、ミラーレスの時代が来たんじゃないのかなと思います。まあ、EOS R1 でどうなっちゃうか、もう一回ね返信を残しておりますよっていうふうに言ってるわけですからね、キャノンユーザーの人たちはまだまだ期待値が高いんじゃないのかなと思います。楽しみにしていきましょう。次のコメント、アツシさんありがとうございます。トリアでずっと Z200-600mm 待ってましたが、出る気配もないので思い切って Z7-2 から EOS R5 へ入れ替えました。 Z7-2 の操作感、色めぐ気に入っていたんですけれども、望遠がないので致命傷でした。そうですね、 R5 に変えてからはほどまりが激変しびっくりしました。 ZFC とともに撮影に励みますということなんですけれども、そうなんですよね、やっぱ望遠がないっていうことは望遠メインの人たちについては厳しい、待ってるけどまだかよっていう人たちは待ちきれなくなって他に逃げていっちゃうっていうこともあると思いますんで、まあ、早く出ないかなと思いますけれども、まあ、時代の部分もあります。まあ、当然クオリティをねそれだけこう熟成しているっていう部分もありますんで、まあ、楽しみにはしたいと思うんですけれどもね、いつ出るんでしょうね。もう早く早く何卒お願いいたします、ニコンさん。そして次のコメント、小田和夫さんで合ってるのかな、ありがとうございます。お疲れ様です。ニコンも好きなのですが、ミラーレスによってキヤノンが元気ですね。先行のソニーレンズが有利ではあるかもしれませんが、キヤノンは新製品ラッシュですかね。磁力が強いです。バンディ X Mark III のミラーレス版はディジック10を2台積むと思うので R1 があると思います。その分 R3 は少しリーズナブルであってほしいということなんですが、もはやリーズナブルとはみたいな世界ですよね。一眼レフ時代のあの常識っていうのはいろいろぶち壊されて、まあ、その上で安いのが出たり高いのが出たりしてるんで、まあ、正直もう金銭感覚わけわかんないんですよね。僕たちは何を基準に高い安いって言ってるのかっていう、なんか一回線引きをねしないといけないんじゃないかと思いますね。もう本当にあのいつの間にか高くなっているみたいな、メーカーが儲けたいから高くしていっちゃおうみたいなのはね、できるだけ避けていただきたいと思いますし、ただ技術的に必要な部分が多くなってきている、部材が高くなってきているから高くしなければいけないのであれば、当然高くなって当然だと思うんで、それは私たちはしっかりと許容しなきゃいけないと思うんで、まあ、そういうねしっかりとした線引きっていうのがなんだかできづらくなってきてしまっている昨今かなと思いますよね。なんか整理したいですね。まあ、にしてもやっぱりキヤノンは元気だと思います。もともと抱えていたユーザー層っていうのが一番大きかったので、まあ、それはしっかりした製品が出れば売れるよっていう話だと思うんですよね。まあ、その中で他のメーカーがどれだけ頑張れるか、どれだけ優位性を示せるかっていう戦いだと思うんですけれども、まあ、各社今後がねもう本当に目が離せないんじゃないのかなと思います。そして次のコメント、飼育者チーオスくんさんありがとうございます。R5-6 の AF 性能、ミラーレス機でも最高峰のクラスなんですが、高コントラスト背景、海面などで被写体の胴体をトラッキング追従している時に、ミラーレス機がどうしてもピントが背景側に持っていかれる特徴があり、まだまだ AF ガチピン率が上位一眼レフ機にはかなわない部分と、プロの野鳥写真家やスポーツ写真家さんはまだまだレフ機をメイン機で使う理由とのことですね。一眼レフ機は AF 位相差センサーと増面センサーの2つのセンサーでパラレルに処理をするからオートフォーカスが早いとのこと。ミラーレス機の増面位相差を1つのセンサーでシリアルに処理しているから遅いが、キヤノンのデュアルピクセルは1つのピクセルに画像と位相差を担うフォトダイオードがあり、独立してパラレル機能にさらに R3 のように積層して回路を分け、エンジンもデュアルにすれば完全なパラレル処理回路ができて、圧倒的に AF 精度が上げられるわけですよねと。それが R3 になるはずですが期待したいですね。ひょっとして Z9 にも
近い技術が組み込まれる可能性があるらしいです。そう、このね、一眼レフとミラーレスどっちが精度高いの問題なんですけど、まだいろいろ問題があるようでっていう話は、もしかしたら過去の話としてくれるのが、もしかしたらこのカメラになるんじゃないかなっていうところがあったりしますよね。実際まあ α1、まあ、ソニーのカメラとかも含めどうなのかって、一般ね、僕たちスポーツを撮らないカメラマンとかには分かんなかったりするんですよね。まあ、そういうのは本当にね、専門の方に使っていただいて、見ていただいて、聞いていただくのがいいかなとも思うんですけど、まあ、でも本当いい時代になったんじゃないでしょうかね。まあ、これって突き詰めていくと、誰でもしっかりとしたピントが合う写真が撮れるようによりなっている時代、まあ、本当何でも撮れちゃう時代に一歩近づいているってことだと思うんですよね。まあ、そういう意味では時代の進歩っていうのを非常に感じますし、まあ、今後、まあ、このあとね、このオートフォーカスの技術っていうのが一眼レフと並んだということは、こっからの進歩は僕たちがまだ見ていない世界を見せてくれるところになってくると思うんで、非常にね、興味深いんじゃないかなと思いますね。やっぱり合わせようと思えば合うっていうところまで来たその先って、まあ、瞳オートフォーカスがまあ一つなんですけど、まあ、その先どうなっていくのか、そしてこの R3 ではこの視線をね、感知してくれるようになったわけなんですよね。その他にどんな多様性、広がりっていうのを見せていくかっていうのはね、非常に見どころかなとも思っております。そして Z9 は非常にね、期待をしてますね。まあ、このオートフォーカスを、まあ、普通にシンプルにね、まとめてくるのか、それとも変化球を混ぜてやってくるのか、まあ、正直多分売れるカメラにするためには変化球をどんどん織り交ぜなきゃいけないと思うんですけれども、今までの特性上、もしかしたらニコンさんもガチガチの王道な、まあ、正統派な、カメラ、まあ、一桁機として Z9 を出してくるんじゃないかなっていう気もするので、まあ、その辺どうなるかですね。そして次のコメント、富山康明さん、いつもありがとうございます。名前の方ね、すいませんでした、ありがとうございます。やっぱね、ニコンとしてはね、なんとももどかしい部分ってね、やっぱあると思うんですけれども、我慢の時ですかね。まあ多分キャノンもソニーも我慢してなんとかこぎつけてるところが今だと思うんですけれども、やっぱりちょっと遅れて出てしまっている分のニコンに関しては、やっぱりこのちょっとの部分がすごく今響いてるかなっていう気はしますね。まあ、そういうところで、まあ、この一桁機 Z9 のリリースって、まあ、いつになるのかなと思うんですけど、まあ、やっぱりそろそろ足音は聞こえてくるかなと思いますんで、楽しみにしたいですね。はい、というわけでね、喉がガラガラになってきてしまったので、この辺りにしたいと思いますけれども、まあ、Z40mm F2 のレンズが出ますよというところで、キヤノンのね、 RF50mmF1.8STM のレンズと比べてみました。なんかコメント返しが長かったんで、はるか前の動画の内容になってしまってる気もなんかしちゃってるんですけれども、基本的にはね、両方とも描写力に長けたレンズですけれども、ボケに大きな違いがありますよというのがまとめとなりますので、まあ、この、まあ、エントリー向けのレンズを選ばれる方はね、参考にしてみていただいてはいかがかなと思いました。というわけで、カミカミだな。というわけで、本日のゆるフォト以上になります。ぜひサブチャンネルの方もよろしくお願いいたします。それでは皆様、良いカメラライフを。では。